皆さんこんにちは、編集担当のアスムです。皆さんは動物の森シリーズはいつからプレイしていますか？今回はこのあゆなチャンネルでも多くの実況動画を上げている動物の森の歴史について見ていきましょう。まず動物の森とは一体どういったゲームなのか。動物の森シリーズは任天堂が開発と発売をしているゲームです。略称としては動森と呼ばれています。ゲームの内容としては、動物たちが暮らす村にプレイヤーキャラクターが移り住み、住人たちとのコミュニケーションなどを通してほのぼのとした生活を送るといった内容となっています。ここまでは知ってる方も多いでしょう。それではここから動物の森シリーズが誕生した経緯について見ていきます。動物の森は実はもともとコミュニケーションゲームではなく RPG として開発されていました。企画段階では当時としては大容量であった 64DB の磁気ディスクを用いて、広大なフィールドの中で複数のプレイヤーが時間をずらして一つのゲームを遊ぶという仕組みが考えられており、そこから非力な主人公がさまざまな動物を引き連れ、個々の能力を借りながらダンジョンを攻略していく内容のものとして開発が進められました。しかしその後 64DD からロムカセットメディアの任天堂64へ開発環境が変わったことで、大容量を活用した遊びを実現できなくなったため、コンセプトの変更を余儀なくされます。検討の結果、舞台となるフィールドをそれまでより大幅に縮小した村に改め、冒険を主題とすることをやめる一方で、動物たちが登場する世界の中で複数のプレイヤーが時間差でコミュニケーションを交わすという開発当初からの要素を再構成することにより、システムが完成しました。動物の森は RPG ゲームの予定だった。これにはとても驚かされますよね。動物の森のキャラクターたちとダンジョン攻略、これはこれで楽しそう。次に動物の森シリーズの展開について見ていきます。シリーズ第1作の動物の森は日本の任天堂64向けソフトとして2001年平成13年4月14日に発売されました。全くの新規タイトルではありましたが、発売後若い女性や小さい子供を持つ母親たちを中心に人気が広まり、当時の女性週刊誌でも特集が組まれました。こうした人気を受けて同年12月14日に任天堂ゲームキューブ用ソフト動物の森プラスも発売されています。2003年平成15年6月27日にはカード e リーダープラスに対応した動物の森 e プラスが発売されました。2005年平成17年11月23日には任天堂 DS 用ソフトおいでよ動物の森が発売され、国内で約523万本、2011年末時点世界で約1175万本、2020年3月時点の売り上げを記録しました。そして2008年平成20年11月20日には Wii 用ソフト町へ行こうよ動物の森が発売されました。2012年平成24年11月8日には任天堂 3DS 用ソフト飛び出せ動物の森が発売されました。発売初週から前述のおいでよ動物の森以上の売れ行きを見せましたが、一方でゲームカードに用いていた SLC-NAND 型フラッシュメモリの量産に時間を要したことから各地で品薄状態が続きました。その後生産体制が整い出荷が再開されると、さらに売り上げを伸ばし国内約452万本を記録。なお本作は2016年平成28年11月2日配信の更新データによって内容が大幅に追加され、タイトルが飛び出せ動物の森アミーボプラスに変更されました。同年11月23日には同名のパッケージ版も発売されています。
2013年平成25年8月8日には、2014年平成26年12月31日までの期間限定で、ウィーユー向けに動物の森木漏れ日広場が無料配信。2015年平成27年7月30日には、これまでのシリーズと異なる部屋作りに主眼を置いた動物の森ハッピーホームデザイナーが任天堂 3DS で発売され、同年11月21日にはスゴロクゲーム動物の森アミーボフェスティバルが Wii U で発売されました。またスマートフォン向けの作品として動物の森ポケットキャンプが2017年平成29年11月21日より配信されています。2020年令和2年3月20日には任天堂スイッチ用ソフト集まれ動物の森が発売。当時は新型コロナウイルスの感染拡大により各国で外出規制の措置が取られていた最中で、人々がつながりを求める需要と相まって世界的な大ヒットを記録しました。なお2021年11月5日にはシリーズ初となる有料 DLC 集まれ動物の森ハッピーホームパラダイスの発売が予定されています。2021年令和3年5月6日アメリカのストロング国立演劇博物館はマイクロソフトのマイクロソフトフライトシミュレーターなどとともに世界のビデオゲームの殿堂入りしたことを発表しました。同博物館は選出の理由について、プレイヤーが好きなようにアクティビティを完了してオブジェクトを収集する自由を与え、毎日新しい驚きや発見の可能性を秘めているとコメントしています。このほか様々な雑誌での漫画連載が行われ、2006年平成18年12月16日にはアニメ映画劇場版動物の森が公開されました。以上がシリーズの展開についてでした。今回は動物の森の歴史について振り返っていきました。皆さんはどのぐらい知っていましたか。本日11月4日は明日予定だったはずのアップデートがフライング配信されているらしいのですが、皆さん楽しんでいますでしょうか。あゆなチャンネルでも後日実況を撮ろうと思っておりますので、ご期待ください。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。あゆなのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。